ザ単語デスクトッププロジェクトのロゴザ単語デスクトッププロジェクトのカラーパレット単語アイコンライブラリーの冷単語デスクトッププロジェクトはフリーオープンソースであるデスクトップ環境の様々なソフトウェアアプリケーションに対し一貫的なユーザーエクスペリエンスデザインを提供することを目的とするプロジェクトである主に開発者が容易にソフトウェアをデスクトップと 統合できるようにすることに主眼が置かれている。プロジェクトの背景には、freedesktop.org の異なるデスクトップ環境とカスタマイズされた Linux ディストリビューションはビジュアル面において統一されておらず、これにより第三者が Linux をターゲットに開発を行うことが難しくなっていることがある。このプロジェクトがブルーカーブのように 様々なデスクトップ環境で使用できるアイコンセットを配布することを目的にしていると言われることがあるが、これは誤解である。スタイル自体が視覚的に区別されるようにすることを目的とはしていない。このプロジェクトの二つ目の狙いは、各オペレーティングシステムで同時に動いているアプリケーションの外見を適切なものとするスタイルを作成することである。 単語のスタイルに従っているアイコンのデザインを配布している IS ブのアプリケーションは Windows XP や MacOS X、KDE、GNOME、ZAFS などにおいて外見が一貫している。外見に関するガイドラインの他にはアイコンの共通したメタファーを提供することも目的の一つである。単語は freedsktop.org の スタンダードアイコンティーミングスペシフィケーションに従っており、また freedesktop.org のスタンダードアイコン、ネーミングスペシフィケーションを一般的なアイコンと使用されているメタファーに対する名前を定義することによって活発に開発している。ギンプやスクレブス、gnome といった多くのフリーなソフトウェアプロジェクトはアイコンの開発を 単語のスタイルガイドラインに従い行い始めている。また、ライセンスの指令に従う限り、プロプライエタリーソフトウェアにおいて、単語デスクトッププロジェクトのアイコンを使用することも可能である。単語ショールームにて挙げられていた例には、VMWare Workstation 6や Mesafia OpenVista、CIS などがある。単語ショールーム単語デスクトッププロジェクト、ありがとうございます。